藤巻健君。えー、日本維新の会の藤巻健です。えー、日本維新の会、希望の党を、会派を代表して質問させていただきたいと思います。あのー、まずですね、本当は今日は黒田日銀総裁をお呼びしたかったんですよね。ただ、あの、暗号資産についての質問がたくさんあるもんで。えー、今日は、あ、黒田総裁、お呼びしなかったんですが。あ、そうは言いながらも、あの、昨日日銀がですね。 決算を昨年度の決算を出しました、そして今日の朝日新聞にですね、えー、の中のその決算に関する記事の中に、えー、金利を上げるときになると支払い金利が上昇していくと、日銀のですね。 一方受け取り、保有国債からの受け取り収入が十分にそれに追いつかない可能性があると書いてあったわけですこれ、この前から私が非常に大きい問題にしている点ですよね、損の垂れ流しが始まり、そしてひょっとすると債務超過になってしまうかもしれない、まあ、朝日新聞ではそこまで書いてありませんでしたけど、<laughs> それについて私、シミュレーションを出せと、要するに出口時に、 に日銀の収支がどうなるのかのシミュレーションを出せということを要求しているわけですが、まあ、日銀はまだ、 出し,てない出してきてないわけですけれども、ぜひですね、えー、それは今後、極めて日本の将来にとって重要な問題だと思いますので、シミュレーション結果を出すようにお願いし、あの主張しときよ、強く要望しておきたいと思います。というのはです、ね、あのアメリカの FRB ・中央銀行ですけれども、2015年の12月から利上げをしたんですが、最初のスタッフペーパーが出た。 要するに、えー、いつあの利上げを始めるとどのくらい赤字になるかどうかというシミュレーションを出したのが2年半前、13年の4月なんですね。 ということで、アメリカの FRB は2年半前から出口を始める2年半前からシミュレーション結果を公表しているんです。で日銀、4月の金融政策決定会合で少なくとも来年春ぐらいまでは低金利を進めるとい続けるといってるんですけど、その先を上げる可能性があるわけですから、もうシミュレーション結果をアメリカのように出して当然だと私は思います。それを出さないといとうのはよっぽどそのデッ 出てきたら、国民がショックを受けるようなデータが出てくるんじゃないかと、だから出せないんじゃないかと、私は憶測してしまうんですけれども、そういうことを勘案して、ですねもうそれでいいのかと、えー、臭いものには蓋という時,代では時期ではないんじゃないかと思いますので、日銀にですね強く要望しておきたいと思います。